ハイトールのアニメ感想を木場です。今週のアニメを見ていて思ったこととか、盛り上がったアニメのね判定とかですね、それから作品感をこう見ていてね気づいたことなんかをですねダラダラっと喋るような感じでやっていこうかなと思いますのでよろしくお願いします。はい、まあ、あくまでも個人のね感想とかですね、偏見でありますのでね、軽く見てもらうのがいいんじゃないでしょうかな。まあ、もちろんこう異論とかありましたらね教えていただけるとそれはそれで嬉しいです。はい、で現在チェック中のアニメがこんな感じになってます。宇崎ちゃんとグレートプリテンダー以外に関しては個別に動画を上げていますので、詳しくね聞いてみてやろうかっていう方はね聞いていただけると嬉しいです。はい、でそれでですね、今回まあ判定基準的なのね一応ね、出しておきますね。まあもう本当にね、個人のあれなんですけど、もう素晴らしいね盛り上がりでねもうぜひね語りたいというね、そういったところが S で満足度がねすごい高い内容でね語れるとこも多いなと思ったのが A で、まあそれ以外は B という感じになるかなというふうに思います。盛り上がりそうでもねなんかこう評価保留で次回へっていうそういった回の場合は B になることもねありますね。はい、そんなわけで前週ですね先週はどうだったかっていうところで、やっぱりこうグレートプリテンダーがね、しっかり決める回やったことと、デカダンスのね、カブラギさんがすごい良かったっていうところで、S はこの2つでしたね。はい、でまあ今週はどうだったかっていうのを、まあ、順番に、やっていきましょう。まあ山があるんでね、S だったところからこう拾っていくのが一番いいんですけど、グレートプリテンダー今回はどうだったかっていうとまあまあ B かなっていう感じですね。新しいショーが始まったっていうところで、そこまで衝撃的なですね始まり方というわけでもなかったので、まあまあ様子を見ていくという感じになる回じゃないでしょうか。はい、まあまあ個人的にはなんかこうもうちょっとそのキャラクターたちのその信念的なものが見えてたらよかったんですけど、まあこういうあの詐欺の描写は面白かったですね。よくある詐欺でありますね。八百長試合に見せかけて実はその八百長試合ももっとこう裏側で相手を引っ掛けるための仕込みだった的なね、そういった詐欺のやり口っていうのがまあドラマとかでもねよく見ますよね。お約束描写として入っていたのはまあ楽しかったですね。まあなんていうかこう欲を言えばね、アビーがね戦っていた理由がですねその視聴者的に表向きのその理由みたいなのをね用意してくれてたらよかったんですけど、まあアビーが戦ってるってことはそういうことだねっていうのがね完全に分かってしまうので、このあたりは多分45分とか1時間とかのドラマとかやと、少しひねるところが、カットされたなっていうところにはなりましたね。はい、まあまあこれが今回のね本編じゃないんでね全然問題はないんですけどね。そしてですね、まあ、自分的にはこう枝豆がもうちょっとこう成長とか方向性とかをね、一章で全然見せてくれなかったんですよね、結局ね。罪の清算をしたいっていうことで、言ったんですけど、結局今回もですね、詐欺の片棒を担いでしまうので、なんかこう、やっぱりこうちょっと信念的なものはないですよね。で、他のメンバーに何かこうすごい、なんか目的なみたいなのがあるかっていうと、そんなことはないので、なんとなくこう、コアクトの、まあ、ね、ポップな詐欺物語みたいな、ノリになってしまうと、若干長く見ていく分にはちょっとねしんどいんじゃないかなと思うんですよね。特にこう枝豆のその武器っていうのが何かっていうと、うん、人の心にこうね入っていくことが武器ってなってますんで、このあたりをねもっとね見てみます。せめて枝豆のね本質的なね成長をしっかりこう見ていきたいなというふうに思いました。でその辺を今回は期待したいと思います。はい、次ですね、デカダンス、まあ、これはもう動画で言ったんですけど、まあ、カブラギさんが這い上がっていくっていう回だったんですが、今回は今までね全然見えなかったねサイボーグたちのですね、そういった生態が見れてなかなか興味深かったですね。だから考察勢としてはかなりね良かったんですけど、内容的にすごくねそこが本質かっていうとねそういうわけでもなくですね、めちゃくちゃ盛り上がったわけでもないんでこんな感じじゃないでしょうかね。個人的にやっぱりこうサイボーグのね人間臭さがねすごい出ていた回だったって言って面白かったですね。あとはまあガドルに対するね、まあ、秘密がちょっと一つね明かされるっていうところですね。はい、でまあ次回ねタンカーたちのところにカブラギが行くっていうところで、気になるところですね。次週が、期待したいと思います。次ですね、オレガエルの方はですね、まあ流れ的にはこう安定してやっているので、A でいいんじゃないでしょうかね。はい、まあすごい盛り上がりっていうわけじゃないんですよね。
ずっとこう同じ時間軸の中で話が続いているっていう感じになります。ただ今回ね A の中でも特に良かったのがその一期の中の一期のこの俺ガエル感がすごい出ましたね。何かを解決するために引き換えらしいね、スマートじゃない方法を提案してですね、策をね、いろいろ考えるっていうね、そういった描写 で、まあ、今回、他のキャラクターたちもねちょっとスポットが当たったっていうところで、そういう点での盛り上がりはかなりあったんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、自分的にはラブコメ的な要素でいくと この一色さんがここでもう踏ん切りをつけたのか、もう一あがきするのかがちょっとね、もやもやした感じで気になるところではありますね。はい。でもう由比ガ浜さんはなんとなくこうもう思い出を作るためにね心が若干こうシフトしてる感じが、切なくはあるんですけど、この辺りもそのラブコメがどういう終焉を迎えるのかっていうのが気になるところですね。はい。これもまたね動画でね上げてますんでね。はい。次ですね、リゼロどうだったかっていうと、今回の話がすごい盛り上がる話なんかっていうとそうじゃないと思うんですけど、まあこれですよね。リゼロに求めていたのは僕は少なくともこれを求めてきていたんで、ずっと待った回はあっただけの、リゼロをやっていたなというふうに自分は思いました。はい。まあ、特にその1周目と2周目の、ね、違いですよね。1周目には起きなかったことが2周目に起きてくる。一体これはどういうことなんだ、ね。今回フレデリカは、エルダと戦っていたけど、これは本質なのかどうなのか、ね。実際何が隠れているのか分かった部分も分からない部分もある。じゃあどう動くべきなのか考えるべきことめちゃくちゃいろいろありますね。このいろいろねこう考察したりね、考えたりするのを楽しむのがやっぱりリゼロのね一つのね醍醐味の一つだと思うんですよね。はい。そしてですね、ペトラのね、可愛さが書かれたんですけどホラーとしてのね表現もね、しっかりやってくれましたね。そうなんですよね。そのホラー表現をアニメの演出めちゃくちゃ力を入れてるところが、ありますので、そういったところで、ね、どうしたら怖いかっていうのを演出してくれたのはとても良かったと思いますので、まあ、待たされて待ってたぜよっていう気持ちからやっぱり盛り上がりは自分今回 S なんじゃないかなと思います。はい。でですね次ですね、魔王学院の不適合者、ですね。魔王学院の不適合者は魔剣大会の続きからになるんですね。で今回は、まあ、魔剣大会の続きを普通にやってはいるんですけど、まあ、2つですよね。1つはアノスファンユニオンたちの、活躍が見れたっていうところと、もう1つはエミリア先生がですね、まあ、牙をむくってねそういう回だったと、思います。で内容的にはですね、まあアノスがやってきて、まあ、一件落着になる流れまでもう分かってはいるんですよ。分かってはいるんですけど、そこまでのですね過程とですねその様子がねめちゃくちゃね丁寧に書かれたおかげでですね、なんやかんやでこの頑張ってる子たちにねすごい感情移入できちゃうんですよね。この作りは素晴らしいと思いましたね。そしてやはりエミリア先生がそのなんでこんなことをしたのかっていうところもねしっかり納得できちゃうんですよね。エミリア先生がどんな性格なのか、どういう行動原理なのか、なんでこんなことをしたのかっていうところが全部納得できるんですよね。2話から6話、まあ、今回も含めたらね、まあ、6話間ねかけてね、しっかり書いてくれたっていうところで、単純に悪者をやっつけてスッキリっていう構造を初めてしたんですよね今回魔王学院ね。こういわゆるナロー系のものやとね絶対1話とか2話に安易にしてしまうんですけど、なんか悪事に対する成敗っていう形はね僕は今回が初めてだと思っていますね。そしてその悪事を行う側のですね理由付けもですねしっかりしているし、全てにおいて納得ができる行動、そして完璧なオチですよね。成敗の仕方も完璧ですよね。こんなお約束ではあるんだけどこんな美しいものは僕は見たことないので、これはねリゼロと逆の理由かもしれませんね。まあまあそんなわけですね、まあ、ちょっとね美しさがね、素晴らしかったねということで S だったと思いますね。こっちもですね結構長々とね語ってしまっていますので、よかったら動画見ていただけると思いや嬉しいですね。はい。次宇崎ちゃんですね。宇崎ちゃんは遊びたいの、6話ですかね、なんですけど、まあ、今回はみんなで海に行くという話でしたね。でただ何かこう面白いハプニングがあるのかっていうと、まあ、いわゆるお色気ハプニング的なものしかなかったというね。なんで行くことになったのかっていうと、まあ、単純に行きましょうって言ったから行ったってね。
友人も別に何か企んでるわけじゃなくて2人の仲をね取り持つために、やったっていうところで、そこまでストーリー的な深みや面白みっていうのはね少なかったんじゃないかなと思いました。で、個々のやり取りでの面白さはねしっかりあったんですよね。なんかこうね、水着をまずは褒めるものよって言われてね、アミさんの水着をね褒めてね、アミさんが照れてしまうっていうね、こういうやり取りはねとてもね良かったと思うんですけど、なんか大きなイベント的なものですよね。わざわざこうね肝試しまでした時に、書かれるものがですね、これぐらいのことでいいのかなってね、まあ言ったらよくある、オチとよくあるストーリーの流れでしかないんですよね。でうさきちゃん的要素が、うまく働いてかったかっていうと、今回はなんというか、うざさを抑えたせいで逆にこう面白みも下がってしまってる感じになって、難しかったなと思いますね。今回で言うんだったら そこまでその面白みみたいなところはね、要素としては少なかったんで、テンポをもっとね良くしてですね、原作にもし小話的なネタがあるんやったらそういうのを挟んでいった方が良かったんじゃないかなというふうに、ちょっと思ったりはしたので、残念ながら今回はね B かなというふうに思いましたね。なかなか安定して面白いのでね、うさきちゃんに関してはそのね盛り上がり的なところではないんですよね。いつもね楽しめるっていうところが大きいと思いますので、まあそれでいいんじゃないかなと思います。はい、最後ですね、放課後堤防日誌なんですけど、これは自分は今回めちゃくちゃ良かった回だと思いますね。なんかで盛り上がる理由もこう説明できそうな感じがするんですけどね、皆さんどうでしょうね。はい、堤防日誌、ね、前半はですね、今までやった釣りをねもう一回やってですね、アジコを捌くっていうなかなかねテーマとして良かったですね。このね書かれ方ね、魚を捌くことに対する書かれ方も僕はすごくね、好きでした。動画でねいろいろ話しました。で、話としてはですね、まあ後半がやっぱりねポイントですよね。もう何回もやってるアジコ釣りなんやからね、自分でもできるよっていうことですね、お家の人に頼まれてですね、釣りに来るんですけど、やっぱりこううまくいかないと。で一人だとね釣りは大変っていうところね、気づくとね。でまあね、あの友達のね、夏美ちゃんがやってきてですね、いろいろ教えてくれてですね、私全然まだまだだなって言ってるところに、まあそれも含めて釣りは楽しいんだよっていうようなね、話ですね。この話だけ聞くと、すごくよくある話に見えるんですよね。すごくよくある話に見えるんですけど、これをやってるのがですね、6話なんですよね。はい、何がすごいかっていうと、この放課後堤防日誌は釣りを中心に徹底して書き続けていて、それこそ前回の5話より前の4話まではですね、キャラクターにスポットが当たることなんてほぼなかったんですね。とにかく釣りが物語の中心に置かれていて、釣りに関係するものをショッピング買いに行くんやったら本当に、行き帰りの道だけ書かれてですね、帰りに例えば女の子同士でね喫茶店に行ったりするようなシーンも一切ないんですよ。で、買ってきたね、あの釣りのウェアがですね、後半のイカ釣りに完全に生かされるっていうことで、本当に釣りを純真に釣りを描くっていうところね、最優先で描くっていうところね、ずっとやり続けたところで、キャラクターたちはそれをのまあキャラクター自体にねスポットがそこまで開かずに、当たらずにやってきたんで、そこでの、夏美はどんな感じの性格なのか、ね、ひなはどんな性格なのかっていうところに行った時にですね、今回ですね、あそっか、夏美って結構ひなに対するね絡み方はね若干こう鬱陶しい感じのものがあったんだけど、あなるほどね、こういう風にこうね、あの釣り具屋のおっちゃんとか先輩とかとね、やり取りをして人間関係深めてきて、で、こういう態度を取るっていうことは心を許してる証拠なんだなっていうところがですね、その作中ね、これがそういう描写だよっていうところをね、見せてくるっていうところは一切なしに、全ての行動からそれが分かってしまうっていうね、そういったところがよく、分かりますね。主人公のね行動に関してもそうですし、主人公がこう例えばその運動苦手とかね、裁縫好きとか、グロテスクのも苦手とか、そういった描写をね、ここで出るんですけど、まあそれを中心に何かの物語をね、がその話がね中心に回るっていうことはほぼなくてですね、来ていたんですよね。だから主人公が何かの課題を感じてそれを超えようみたいな、ね、描写とか困ったことを解決しよう的な、流れには、ね、ならないんですよね。あくまで釣りを中心にキャラクターが描かれるっていうところが徹底してされていた上での今回なんですよね。主人公がですね、課題にぶつかるとかね、力不足を感じる、仲間のね、に感謝する、そういった描写はですねここに来て描かれるっていうところなんですよね。
ね、6話にして、これがね書かれたってね。でそのよくある描写のための説得力がすごいんですね。今回これを描くために積み重ねてきたものは1話からずっと丁寧に描かれて、積み重ねてこられた上でのこれなんでね、これはすごく大きい、6話なんじゃないかなと、自分は思いました。はい、そんな感じで、ちょっと長くなくなりましたけど、今週盛り上がったのはね、そんな感じかなというふうに思いました。あとですね、まあ、作品間の小話的な、ね、内容なんですけど、まずこうね、結構ね、作品間のね、シンパシーを感じる部分がね、個人的には多かったですね。ちなみにこれ、ね、勝手に僕は盛り上がってるだけなんでね、全然関係ないというかね、偏見なんですけど、まずですね、リゼロとですね、放課後堤防にしてですね、すごくよく似た、まあ、シーンがありました。ペトラがスバルのね、まあ、剣に刺さった剣を抜くシーンですよね。はい、まあ、1,2,3 で抜くよって言ってて2で抜くっていうね、あ、3,2,1 かで、夏美に関しては、ね、1,2,3 で抜くよって言ってて2で抜く、同じですよね。つまりその3つ数えたら力んでしまうから、力が抜けてる時にですね、抜いちゃうよっていう、そういう描写でしたね。はい、で、この描写がどう生きてくるかっていうと、また違って生きてくるんですよね。リゼロにおいてはですね、これってそのペトラの優しさですよね。まあ、手が傷ついてもね、スバルのね、剣を抜いたらろうっていう、まあ、スバルあのペトラの優しさなんですけど、これってスバルが本当にずっと力んでることがね、わかるんですよね、今回の回ね。みんなを助けるためにっていうことで、ペトラのね、手物をしっかりこうね、握ってるんですよね。で、しっかり握り続けたがゆえの、今回のホラー的なね、結果につながるっていうところですね。ペトラの可愛さや優しさをね、描きつつも、スバルが本当にね、力んでいるっていうところがね、よくわかって、そして、リゼロとしてのホラー表現がしっかり描かれてるとね。人間はこうホラーってその最初ガーって来た時にはね、心の構えがなかったね、結構ショックを受けたりするんですね。人の死っていうものを見たりするとね、でも1周目はもう終わってるんですよ。今週は2周目っていうことで、1周目もスバルがですね、腹綿がね飛び出てね、踏んづけてね死んでっていうね、衝撃的なものがあるわけですよ。だからこれを超えるその怖さを、出していく必要がホラーにはあるんですけど、リゼロのねアニメスタッフの力の入れ方がね、やっぱホラーとしての演出にかなり力が入ってて、今回何かっていうと、スバルの死ではないんですよね、怖いものはね。スバルの周りの、キャラクターね、魅力的でね、助けたいと思ってるキャラクターの、死に、まあ、目の当たりにね、感じると、そういったところが、今回のホラーとしての、完成度の高さやったなというふうに、自分は思っているので、今回のシーンでね、本当にスバルがずっと力み続けて手をギュッと握り続けていたんだっていうところがですね、ひしひしと感じてくる要素としてめちゃくちゃ大事な、表現だったんですよ。で、じゃあ一方ね、放課後堤防にして全然違うじゃないかっていう話ですよね。はい、ね、まあスバルが前回ね踏みつけたね腹綿をね、今回はですね思いっきりね引き抜いてるっていう話でね、全然違う話ではあるんですけど、これもこれでですね、まあ死とその慣れっていうものに対する、話を書く上でね、実はめちゃくちゃリアルじゃないかなと、思ってですね、まあ動画でも言ったんですけど、まあ人間その魚を殺して食べるっていうね、命を奪うこととね、ちゃんと向き合うっていうことは大事だよっていうことはずっとね書かれたんですけど、今回ね、どうやったら気持ち悪くなくね、引き抜けますかっていうね、大野先輩に聞いた時に、これは慣れであるし無心でやってるよって言われたんですね。で部長からはですね、まあぬいぐるみに見立てて考えればいいよっていうことで、ちゃんとねこのエラをね外してですね、内臓を取るっていう描写をですね、もう見立ててですね、もう目の光をなくして無心でやってるわけですよ。はい、で命をですね奪うっていう描写をですね、まあ無心にできるようになろう、慣れようっていうことですね、魚をね解体することになれるっていうところでは、むしろ鈍感に、つまり命を奪うっていうこととのね、向き合わないことも大切だと、そういったところですね。まあ、結果的には手はせっかく血まみれにはなるんですけどね、向き合い続けるっていうことはね、どういうことなのかっていうところですね。はい、殺して食べるっていうことのリアルとのね向き合い方としては、鈍感になること、感じなくなることもとても大事なんだよっていうところを、なんか自分はね教わった気がしましたね。はい、そういう意味で、なんかのんびり見れるね、なんかねのほほんとしたアニメーションではあるんだけど、まあ、釣り要素に関してはねとことんねリアルでシビアにね書かれてるっていうところが、放課後堤防日誌のね今週ね、僕は今週はこう堤防日誌が一押しやったんで、思いました。
はい、以上ですね。あとですね、まあ、小話というかね、どうでもいい話をさせていただくと、まあ、ナロー系アニメっていうことですね、今期はですね、自分は2個ね、チェックしてるんですね。まあ、リゼロから始まる異世界生活とですね、魔王学院の不適合者についてね、アニメね、ナロー出身のアニメを追っていってるんですけど、どちらも本当に作り込みがね、素晴らしくてね、まあ、その、好みはあると思うんですけど、あのしっかりね、分かっていてね、2つとも自分は考察をね楽しんでるんですけどね、今回ね出てきたね、お互いね両方ともエミリアっていうキャラクターなんですけど、エミリアっていうキャラクターがですね、まあ片やですね、純血の貴族でですね、今回ですねアノスに、まあ、何度ね死んでもね根血に生まれ変わるっていうね、呪いを受けてしまうわけですよね。まあ貴族であることがですね、自分のね一番のですね、まあ、強みだったっていうね、そういったところでですね、まあ、自分の心の、ね、よりどころを、ね、破壊されるっていう、ね、罰を受けるんですけど、そういう呪いを受けてですね、根血に、ね、生まれ変わってしまうよっていう話とですね、ちょうど今回ですね、リゼロですね、全く同じ週ですよ。で、まあエミリアがですね、まあ、根血のハーフエルフのエミリアがですね、自分の過去、まあ、ちょっと起源、まあ、自分はこう原作をねちゃんとチェックしてないんでアニメからね察するしかできないんですけど、自分の過去と向き合うっていうね、そういった試練にね挑み続けてですね、なかなかそれが超えられないってね、何度も失敗してる、それはなぜなのかっていうね、ところがですね、なんとなく今回のですね、エミリア先生がね、受けた呪いとね、つながってくるっていうところがね、なんかちょっとね面白い構造に、なってるなというふうに思いましたね。全然意図をしてないと思うんですけどね、はい。2つとも、まあ、ウイルスの影響で、ね、夏にね回ってしまったんですけど、なかなかその今回はエミリア先生のやられ方が結構 えぐいものになってたりだとか、リゼロの方ではですね、まあ、結構ホラー要素がね噛まれていたりだとかで、この2つがね 夏に持ってきてくれたのはなんとなくこうね、ちょっとね、ホラー的な意味でもね、なかなかいい位置づけになってるなというふうに思って、ちょっと楽しかったですね。はい。今回はね、そんな感じで以上になります。まあ今週は何にしろ、まあこのね、上の3つはなかなか盛り上がったんじゃないかなと自分は思っていますね。はい。で、妙なね、つながりとかもね、感じれたんでね、勝手に自分がね、感じれてるだけなんですけどね、これ構造同じですもんね、これね。何かね、ちょっとね、思うものがありますよね。はい。両方ともね、これね、エミリアとね、根血ってね、同じテーマに、ね、関わるところやったんでね、自分はちょっとね、嬉しくなりましたね。はい。今回はね、以上になりますね。まあ、こんな感じで、まあ、今週のね、アニメのね、盛り上がりを見たりやとか、ね、作品館で思ったこととかをですね、ダラダラっとね、喋っていくっていうのがね、この動画のテーマになります。で、ここの、まあ、アニメに関しては、感想とね、考察動画をね、上げてますんで、自分が特にですね、語りたい、感想を共有したいっていうね、そういった番組があったらですね、また教えていただければね、一緒にね、共有して楽しめるんじゃないかなと思っていますので、よろしくお願いします。それではね、今回はね、これまでにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。失礼します。